なあ、信長様、本当にやんのか？ああ、来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方ではランスに飲まれるだけだからな。またざわ、負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞー！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した尾張では、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす、織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼なじみの又座こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく護送の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を吸収したのである。信長編第1章、夜明け前、今川吸収。俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶんどるぞ。かかれ！あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒至極。この場は逃げますぞ。別れ。なんだ、戦わねえのかよ。帰り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門！よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。閉門！よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門！本田平八がいる限りここから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。壊してくれ。こちらも手を抜けんな。人質の退路を断て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな信行。さすがによく心得ている。つけ野郎にしてやられたか。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に立てついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れる。これで後戻りはできなくなったな。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。うすとどもめ、ここで成敗してくれるわ。お触りだ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてください。半蔵、すまない、無理はするな。開門。信行たちが押されているか、直ちに援護するぞ。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。ほう、いちも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。織田の力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。壊してくれ。私の獲物発見ね。無礼な連中ね、覚えてなさい。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。我らは今川に従うと決めたのだ。尾張のうつけ目、邪魔はさせぬぞ。大海博士といえど今川に喧嘩を売るバカは信長様くらいだろうぜ。そういうまたぞも楽しんでいるように見えるが、バカでもうつけでも勝てばよいのだ。人質を差し出し今川の手駒になり下がるなど、俺ならごめんだがな。俺をうつけと侮ったか。聞かせていただこう。信長様の前に敵はいねえな。またさ、お前のような者がそばにいるから兄上は平気で無茶をするのだろうな。いやいや、信長様が無茶するのは出来のいい弟が助けてくれるからだろ。信行、来てくれて助かったぞ。まったくいつも無茶ばかり。ついていく身にもなっていただきたい。止めようとて無駄よ。止めようとて無駄よ。止めようとて無駄よ。君であれもののふの端くれ。すやすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。一体何のためにこんな無謀な戦を。壊してくれる。この信長こそが天下無双よ。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがありません。ならば義元に勝てたなら俺は天下すら狙えるということか。天下？ハハざれ事よ。しかし座して滅びを待つくらいならば俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。乱世に抗う、なんと壮大な。ですが私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならばお前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ、この家康、必ずや信長殿の、いえ、兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。兄上のやりようは万有にも見えるが、その実賞賛あればこそ仕掛けているのだ。さすが信行だ。信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろとし、信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のまたさがいる限り誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしい子。